と開局曲折のお話から、はい、誰か一緒にこうアフレコした人っていらっしゃるんですか？うん、あの灰原一緒に。ああ、梶原くん。梶原くん。じゃあその基本的には掛け合うキャラクターと一緒に、うん、中村くんとかも一緒だったよ。あ、そうなんですね。割とあの辺は、うん、七海のこう高専時代の、はい、こうサングラスまだかけてない時の姿とかも出てましたけれど、イケメンでびっくりしちゃいますよ。結構切れ長のね、鋭い目つきで、シュッとしたシュッとしたイケメンだった。なんかなんかちょっと髪型もね、違う感じでね、違ったりしましたけれども、うん、なんか意識的に芝居的に変えたりとかしたんですか、その辺は？多少若くしないとやっぱいかんなと思って、はい、さすがにさすがになんかあんま年齢感とか出なさそうなキャラでは、さすがにでもありますけどね。あのビジュアル見せられると、はい、あ、これは変えた方がいいやって思ってまんまはまずいと思って、ちょっとなんか声とか変えたんですか？変えましたね、さすがに。高くなってます。やや高く高くなりました。なってるんですね。うんうん。じゃ津田さん的にはちょっとその辺は意識して、意識しました、変えた部分なんですね。そうそう、うん、あの僕印象的なのがやっぱ灰原は、あの、うん、死んじゃった、うん、あとの奥さんみたいな感じでところとか、まあ、あの人一人でよくないですから ね、うん、ね、なんか七海があんなに、うん、なんかこう動揺するっていうか、はい、ちょっとブレるところとかってあんまなかったなって。若い、若い、やっぱあの辺は若さですよ。 あの辺はまだまだは若さ、青さ、若さですよ。あの辺りのなんか僕お芝居とかすごい好きなんですよ、ね、ありがとうございます。なんかこう、またでも芝居の話になっちゃいますけど前回もなんか芝居の話下をしたから印象がある。下をしましたよね、結構ね。下をしました。でもこのなんか特にここなんか数年っていっぱい実写のドラマとか出られてるじゃないですか、津田さん。なんか一期から自分的に俺の芝居変わったなとかあるんですか？そんなに変えてるつもりはないけど、アフレコで、はい、特にまあ柔術はねもうずっとやってるから、まあ息が実際ですよね。だから、まあ、そんなでもなんかより丁寧にやろうと思うように、さらに、うん、さらになんか丁寧にやろうとは思ってます。丁寧ってでも難しいですよね、定義っていうか。そう、きちっとやろうってなると型にはまっちゃうからさ。きちっとではなく、うん、自分のなんか理想というか、まあ、手を抜かないっていうことなんですか、ね、うーんかな。あとはまあ相手との掛け合いをテーマにやりたいみたいな、うん、その辺なんか最近 そのドラマとかの仕事をやってて、うん、よりなんか感じやすくなったとかあるんですか？どうだろうね、まあ、そういうのもきっかけにあるのかな、なんかわかんないけど、もう一回芝居立ち上げ直しみたいな、あ、芝居立ち上げ直し月間、はい、年間みたいな感じに今なってます。年間もう一回初心者マークつけ直しみたいな。あ、この間おっしゃってましたよね、うん、ちょっと前、うん、あのたまたまね、はいはいはい、道端歩いてたら、ね、あった、うん、わーってお会いしてちょっとお茶した時に、うん、そうね、また最初からかみたいなことを。そう、ね、ま、最初から、まあ、延々これが繰り返されていくからでもそうじゃない？いや、そうっすね、うん、いやでもなんか津田さんが言うと重いっすよね、うん、そう、だって歴が歴長いね。言うて僕だってまだ12年とか。ああ、そうか。なんですけど、だからな、20歳ぐらいから始めたからな、もう32年32年経ってまた初心者マークからってめちゃめちゃ、ね、大変ですよ。しんどいっすよね。しんどいです、またここか、でしんどそうでしょ、もうやっぱあの話聞いてる時本当、あ、俺はまた最初からかみたいな、そうなんか珍しいなって思ったんですよね。 ねえ、すげえ苦しそうだなって下手くそだなって思いますから、ね、いやそれがいいんすよね。うん、苦しまないとなんか、まあね、出てこなくなりますよね。そらそう、幸せすぎてもそらそう良くないっていう、うん、なかなか過酷な道ですけれども、うん、まあその開局曲折が終わった後に、はい、渋谷事変に入って、いやー、はい、渋谷事変入りましたね。いや、ここめちゃめちゃナナミ、はい、輝くというか出ますね。もう早速重本ね、はい、はい、対戦、あの感情出してんすよ、はい、いやそう、怒ってます。怒ってよ、ね、ますね、怒ってる、まあ、原作でもかなり怒ってましたよね、うん、やっぱ伊地知さんがそこは大きいだろうね、やられたっていうところ大きいと思う。伊
です、ね、同世代ですもんね、市さんとは。でプラス灰原のこととかがまた蘇ってきてる感じが、うん、いやだって市地の刺され方結構そう怖いんだよね、この作品怖い怖い作品やってるよね。なんか原作とはまた違った怖さが刺され方とかもあったりして、うん、畑野さんとはこの辺は一緒一緒、もうずっと一緒だったかな、うん、この辺はなんかお話とかされたんですか、ね、うん、なんかずっと明るく振る舞ってくれてたけど、振る舞ってくれてたけどこいつ嫌なやつですねってチゲモのことを言ってあ、自分で畑野さんが、うん、こいつ嫌なやつなんですよ、最悪ですよこいつ、はははって言ってくる。それが逆に怖い。まあね、畑野さんなんかご本人はねいい人、すごく柔らかくていい人です。柔らかいイメージがありますけど、明るくでもしてくれてました現場を。そうですね、うんうん、でこの辺はもう釘崎の瀬戸さんとかも一緒一緒一緒にやって、うん、一緒、なんか新田ちゃんも一緒でした。すごい、うん、ここもこうやっぱナナミの、うん、なんで人間性みたいなのすごい 出ますよね。出てるね、すごく。であとめちゃめちゃやっぱ強い、強いんだねやっぱり。